はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。パパイヤ様、ヤムネシ様、ナミ様、水戸の安博様、広安様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日のですね、朝7時22分北朝鮮が弾道ミサイル発射、青森を飛び越え太平洋に落下、日本領土上空を通過するのは5年ぶり、飛距離約 4600km は過去最長だそうであります。政府がですね、NSC を招集、自民党安全保障調査会も招集され、対応を協議中だそうであります。まあ前も、5年前も上空通過された時も、別に何にもやんなかったんで、別に何にもやらないのかな、がっかりしておりますけれども、世論、いつもの風物詩、騒ぐ必要なし。なんでまた急に撃ち始めたの。着弾地点に船がいたら戦争だな。アメリカのタンカーとか、例えば太平洋艦隊とかいたら戦争になっちゃいますね。15分後にアラート鳴るって遅すぎひん？そうだったのか。15分後、もうとっくに着弾してますね。もし日本狙ってたらね、太平洋に落ちると一気に緊張感高まるな。これアメリカも関係してきますからね。4600km だとハワイにちょっと足りなくて、グアムには余裕で届くぐらいの距離ですね。アメリカ激横ではこんなのね。グアムにも基地ありますからね。ロシアの命令で、日米牽制してんでしょうね、これね。ウクライナで押し戻されてるから、ロシアは、これに乗じて東方に日米が攻め込んでくるって思ってるな。ウラジオストックあたり、自分らが火事場泥棒体質だから相手もそうだと考える。これを心理学で投射って呼びますけれども、そもそも北朝鮮の核開発は1から10までロシアが手取り足取り教えたものであります。作ってなくてロシアの核弾頭を、そっくりそのままもらったかもしれない。ロシアが北に核を持たせたとも考えられる。北方領土取り返されるのが怖くて怖くてたまらない。ロシアのピンチで子分が張り切ってんだな。北朝鮮のことね。5年ぶりの日本上空通過、久しぶりに J アラートが鳴ったそうなんですけど、上空を通過された青森県民さんがですね、地下に逃げろって言われたって、青森に地下鉄ないよとツイートして、らっしゃいました。それに対する反応ですね。地下駐車場はあるんだが、県立防空壕を作れ、建設国際でシェルター作って青函トンネルに逃げて、遠い人もいるでしょこれ。船も気をつけろって言ったけど、そんなの無理だよな。無理だ、これは全く無理。鉄筋コンクリート製の建物でもいいんだよ。青森にもあるでしょう、ビル鉄筋コンクリート、あるでしょう。通貨なんで J アラートなんて気取った名前つけたんだ。空襲警報だろう。空襲とはまた違う気がすっけども、まあミサイル警報とかにしたら分かりやすかったですね。地震とかそういう時にもなりますけど、アラートなったのが通過15分後だったそうで、青森のみならず家から10メーターのとこに地下鉄の入り口ある人だってこんなの避難できない。大丈夫です、青森の皆様。大丈夫じゃねえけど、北朝鮮に対してはできる経済制裁はほぼ全てやってんで、あとはソ連の解体とかですね。通貨なんで日本に、ミサイル飛ばす国の組織が合法的に存在して活動できんのかって話。早めに潰すべきだったんでは。ソ連潰せばですね、関西ナムコンもきっと存在してないし、建設系のユニオンも相当に弱ってるはずなんですよね。これなんで建設系との労働組合と北朝鮮の関わりが強いかっていうと、30年ぐらい前までは北朝鮮からね、砂利輸入してたんですよ、安く。ナマコン用の砂利、
でね、そうこうしているうちに、生コン業界であるとか、建設業界、土木業界とかに北朝鮮に浸透されちゃいまして、今、労働組合、建設系の労働組合は、なんとかユニオンとか名乗るのが、主流なんですけど、ユニオンは北朝鮮って思った方がいい。共産党公認の衆院候補、田畑美幸64歳。この人はこの前の衆院選で、青森2区だかに出て怒った人なんですけど、Jアラートに噛みつく。戦争を呼び込む政策を進めながら、こうして不安を煽り、軍備増強が必要だという世論を強めようとしているのだと思う。戦争を呼び込む政策を進め、どこがどう、そうしているのか。不安を煽り、誰が J アラート、軍備増強が必要だ。全くその通り。世論、ミサイル撃たれてる状況で警報出すなと。球場バリアを本気で信じてるんだろう。まるで逆。落ちたら大変だからアラートしてんでしょ。北朝鮮に撃つなっていうのが筋じゃないのかね。ミサイル撃たれてる事実が彼らの脳内には存在しないんだろう。ミサイル撃たれようが、領海領空侵犯されようが、話し合いで解決できて、その話し合いは人任せだけど、安全を守れなければ日本政府が悪いらしい。軍備増強が必要だと世論を強めようとしている。全くその通りなんだが、何がいけないのか。拉致の時と同じこと言ってる。北朝鮮のスパイが何か言ってる。ね、日本語通じないでしょ、こいつら。実効性はともかく危険があるから警報出してんのに、さすがね、日本人は黙って殺されてろっていう九条を平和憲法と呼んでしまう意味不明さ。そういう連中、こうして不安を煽り、それは共産党のお前らであります。安保法の時も、テロなど準備罪の時も、特別秘密保護法の時も、戦争になるぞ。逮捕されるぞ。ついでに50年代から70年代までしつこくね、日米同盟で戦争になると騒いで、スパイ防止法が欲しいな、ミサイル落ちて被害が出たら自民がーってやんでしょうね、きっとね。防げなかった自民がーっつってね。で、犠牲を出しつつ戦う自衛隊にはですね、戦争反対なんつうプラカード掲げて罵声を浴びせると。ことが済んだら自分らはね、ずっと平和を訴えてましたーっつって、言うと。こういう人間のクズですから、共産党はね、国民の敵なんですよ。有事の際に自衛隊の妨害しようとしくさっからこいつらは、その前にそれを我々が止めましょうね。こいつらがやってる平和活動っていうのは防衛妨害活動ですね。ね、見てください。買うな F-35、持つな長距離ミサイル、配備するなオスプレイ。これがなんで平和活動なのって話なんですよね。防衛を妨害している。日本が、日本の国防を妨害していることを平和活動って呼んでんですよ、こいつら。これでなんで平和なんだって話。共産党と同じく、使っている日本語が違う東京新聞。外国人に職務質問するのは差別。何言ってんだこいつらって話なんですけどね。世論、何言ってんだこいつら。不法滞在とかがあるからだろう。外国人限定で職質してるならそうだろうが、日本人も普通に職質されるし、日本の法律理解してないやつもいるから、こまめにチェックするのは当然。職質の理由は外国人だからではない。使ってる日本語違うでしょ、まるで。東京新聞。東京新聞にも我々の日本語は通じません。説得不可能だし、論破しても反省なんかしねえし、直接対決は無駄なんですけど、東京新聞がこんなおかしいこと言ってますよって触れ回るのは効果があります。差別がっていう前にですね、外国人の職質率が日本人より明らかに高いっていう調査結果でもあんのか、東京新聞はそういう調査でもしたのか、記事読む限りはそんなの何にもねえけどね、エビデンスねえよそんなもんの精神で妄想記事書いてんのかな、東京新聞の脳内では
外国人への職質差別ってことになってるの、こいつら革命暴力革命目指してますから警察は敵外国人は味方、そういう連中でして、日本人も普通に職質されるけどそれを差別っていう人はいませんよね、この記事書いた記者は外国人で外国人の立場で書いてんでしょうか。もう東京新聞は東京名乗らないで帰国してほしいんだよな。帰国したら、首相総理秘書官に総理の長男の岸田翔太郎31歳を起用する方針発表していました。官邸内の人事の活性化と岸田事務所との連携強化のためと説明しているみたいであります。岸田翔太郎31歳、2年前まで三井物産に勤務、まああのコネ採用かな、2年前からは岸田文雄秘書事務所で秘書、世論世襲きた政治の私物化事実上の貴族、これ一番ダメなやつ、民主主義への挑戦、支持率下落のこのタイミングでこの人事、中小企業のノリで国家運営、こういう空気の読めなさが岸田の持ち味。ほんと田舎者だねこいつね。無職の身内を高給取りに、退陣が見えたんで現金回収を開始、支持率落ちてますからね、これあの引きずり下ろされる危機感持ったのかな。菅前総理もですね、東北新社っていうメディア系の会社に勤務している長男の総務省接待問題で溝ついてましたね、その点ですね、お子さんいなかった安倍総理はクリーンでしたな。総理報酬もずっとずっとね、あの2割返還してましたしね、返した額全部で億超えますよね、安倍総理の人事をお友達内閣って攻めたワイドショーに格好のネタ提供っすね。ほんと空気読めない、家族内閣国政の私物化、騒ぐ騒ぐ騒ぐだろう、騒がなかったら裏になんかあんだろう、支持率下落でこのタイミング、こんなの発表しちゃって本当にあの周囲の狭い範囲の情報しか入ってこないんだな。岸田総理にはテレビと新聞と、しばらく選挙ないし岸田内閣の支持率下がっても一向に構いません。早く高市さんと交代してほしい。31歳の長男ね、あの父親よりも物知ってると信じたい期待したい、総理は明らかにテレビと新聞しか見てない昭和の自民党だから、長男がですね保守速報さんとか燃えるアジアさんとか2ちゃんとか見てね、情報を集めて総理に教えてやってくれ。小野田さんとか片山さんとか最近あの外国人生活を持って言い出しましたけれども、これネット見てるからそういうことも思いつくんだよね。テレビ新聞しか見てない岸田総理には思いつきも知りもしねえから、息子31歳に期待しますよ。言ってやって言ってやって、その点ね、安倍総理はあの事務所はね、あの保守速報さんのリツイートしたり、あ見てんな、いう点ありましたけれどもね。ほっこりニュース、韓国政府ロシア頼みで多目的衛星アリラン6号の打ち上げを計画、ロシア今それどころじゃねえ、計画中止で手付けに払った数十億がパーになったことであります。パーに、世論そもそもなんでロシアに頼んでんの、自前でできないんじゃしゃあない、自称宇宙強国とは、ロシア人にロシア製ロケット打ち上げてもらって純国産ロケットと名乗っていた過去、恥ずかしい、リースした航空機さえ返さないロシアが返金するわけがない。韓国側もロシア側も契約という概念を理解してないから五分五分、どっちもどっちってやつですか。まああの条約は少なくても理解してないわな、ロシアはな。10年前から外国にロケット打ち上げさせてですね、国産ロケット打ち上げ成功とか言って嘘ついて宇宙強国誇らしいなんてやってたのが韓国政府であります。いつかの打ち上げでは現場にね、あの韓国人技術者立ち入り禁止、ロシア人しか入れないっ
ていう報道もありました。まあ、技術スパイを警戒してしたんでしょうけれども、まあ、可能なインチキ見逃さずやるのは国税ですしね。もともとウクライナに頼んでたアリラン6号計画でした。ウクライナは早期にですね、それどころじゃねえって断られてロシアに変更しました。しかも相場より断然安くてロシアが受けたんで謎の勝利宣言もしておりました。いやー惨めですな、恥ずかしいですな、悔しいですな。悔しさをバネにですね、自前でロケットを打ち上げられるようになろうって決心するかっていうとそうでもない。そうでもない。もっと安くやってくれるとこ探すとか、関係者を金と女で買収するとかいうのが韓国流であります。これをバカにすることなかれ、強欲なバカには一定の効果がありまして、これに引っかかってる自民議員は多いと思いますよ。河村とかね、ぬかがとか、石破も引っかかってたな、北朝鮮にな。だから効果あるんだよ、強欲なバカには。そういう奴らも早く引退してもらって、昭和の自民党、からだんだんとね、令和の自民党、若くて分かってる人に取り替わってってほしいもんだな、思っております。メール党員さん大募集であります。立候補者も大募集。あとはなんだっけな、日本は超固体である、よかったら買ってください、よろしくお願いします。デトックスジャパン。